これ見てる人、私どう考えても真面目なあれですよね、悪いことなんか一つもしたことないような真面目に見えると思うんですけども、私ものすごい遊び人でした。10代の頃から悪いことばっかりやってました。借金500万ぐらいあったんですよ。全部遊びで作った借金です。なんつうか、その時楽しきゃそれでいいってそういう生活してました。それでクリスチャンになりました。ある時大好きだったお酒が飲めなくなった。その代わり教会に行ったり、やっぱり賛美したりっていうことが何よりも楽しい。もう本当に夜遊びとかより、そのお酒飲んだりするより全然楽しいんです。私はゴスペルミュージックに導かれて教会の門を叩きました。この曲はどんなことを歌ってるんだろうとか、聖書を読むようになったりとか、このようなクリスチャンとなるきっかけとなって、日本ではそのゴスペルミュージックをきっかけとしてクリスチャンになった方がたくさんいます。やっぱ人がちゃんと教会にコミットして変わってくれるようにって祈ってくれる人がいました。やっぱその祈りの力によって、私は本当に神様と共に歩む人生がどれだけ楽しいんだってことを体験することができました。で、今もその歩みの中にいます。お幸せです。とっても祝福されてます。だから恥ずかしいことではなく、とっても誇りに思ってます。あなたに伝えられること。ところでね、皆さん、あなたは罪人ですって言われたら